はいどうも、ビーズチャンネルの B です。略してビーズ。はい、ということで始まりました、サマナーズゴー実況プレイ動画、ビーズでございます。本日はですね、ギルドバトル収録していくんですけども、ハイカキンさんに、来てからですね、初の収録になります。はい、で今回のお相手さんは魔法少女さんなんですけども、魔法少女って言うとね、何を皆さん思い浮かべますかね。自分はマドマギアは有名どころですよね。まあ、あとは、個人的にはね、魔法少女ジエンドみたいなやつがあったと思うんですけど、あれ結構好きでしたね。途中で見るのやめちゃいましたけど。はい、ということでやっていきましょう。1戦目のお相手さんはこちらの稲葉講師さんですね。はい。これはもう行くしかないでしょう。はい。まあ、ビーズ好きということで、まあ、ゲーム内のフレンドにもなっていただいてるんですけど、あんまり普段絡みがないので、この機会にですね、攻めさせていただこうかなと思います。で、1戦目はすいませんが、これでいきます。2戦目ですね。1戦目は、正直、今のままでもいいかなと思うんですけど、組んだ先生でも全然いいんですけどね。今回は、ちょっと新キャラですね。運営を連れていきます。はい、運営ですね。でうちの運営は結構変わった作りにしてますんで、うまく動いてくれたらいいな。はい、ということでやっていきましょう。そうですね、窓マギはね、ちなみに魔法少女マドカのマギカっていう、アニメがあるんですけど、あれはね、すごいこう、最初はね、変な話、絵柄があんまり受け付けなくて、あんまりね、あの絵が好きじゃなくて、よし、OK。まあいいでしょう。それ大丈夫でしょう。あんまりね、そう、好きな人からしたら申し訳ないんですけど、あんまりね、絵柄が好きじゃなくて、で、長いこと見てなかったんですよね。見てなくて。で、ある時、会社の上司にですね、見たみたいな、窓巻き見たことあるみたいな話をされて、で、いや、ちょっと実は高校交流で見てないんですよね、みたいな話をしてて、ただその仕事柄のとこもあるんですけど、その見た方がいいよみたいな話をすごいされてたんですよ。うん。されてて、で会う時見てみようかなと思って、見てみたら、すごいこう、ね、すごいアニメですね、あれね。すごいアニメですよね。あの絵柄かは想像がつかないような展開になりますよね、あれ。うん。ということでね、もしまだ見られてない方がいたら、アニメ普段見られるような方で見られてない方がもしいたらですね、見てみたらいいかなと思います。はい、結構絵柄だけでやっぱ反応しちゃうのはちょっともったいないなと思いました。うん、非常に面白いアニメですね。すごい作画とかもね、綺麗なんで、ぜひぜひ見てみてください。はい、見てもあっても私にマージンは一銭も入りません。はい、で今普通に2戦目いっちゃいましたけど、運営はね、これね、自分かなり昔から持ってるんですよ、実は持ってて。ここでね、弾をぶつけていけばいいだけの簡単なお仕事ですよ。はい。弾をぶつけていくだけの簡単なお仕事。はい。一回回復しておきましょうか。はい、回復しておいて。こいつをメラジュエルから抜こう。で、この暴れるじゃない。思わぬ暴露。おお、いいですね。スタン来ましたね。で、このダメージ量見てもあまりピンとこないと思うんですけど、うちのこの運営はですね、かなりチューンアップをしてて、変なチューンアップをしてて。っていうのもですね、実はこの、玉乗りパーティーを作ろうかなと思ってるんですよね。玉乗りパーティー。それのアタッカーにしようと思ってます、こいつは。今回の動画内でちょっとそれを試せるかどうかわからないんですけど、はい。とりあえずありがとうございました。はい、稲葉さんありがとうございました。はい、2戦目やっていこうと思います。はい、2戦目はですね、保者の方お願いしたいと思います。1戦目はですね、やっていきましょう。はい、先ほどちょっとお話したマジカルブラーニーパーティーのマジブラーですね。はい、マジブラーです。これはどうかな、どうなるかな、わからないですけど、本当はですね、ドラコ先生もドラコタンですよね。運営的には多分。ドラコタンも一応持ってて、一応スキル3がマックスになってるんですけど、ジェミニとかと相性がすごい悪いじゃないですか。なんで、もうちょっと今回はもうこの編成でいきます。はい。ジェミニは本当使いたくなかったんですけど、3色でやりたかったんですけど、
ちょっと試してる感じだと、ものすごく勝率が悪い。はい。ものすごく勝率悪いんで、ちょっとこれで生かしてください。はい。すいません。負けたらちょっと怖いんで、2戦目はこれで生かしてください。まあ、これでも勝てるかどうかってのはわかんないですけど。そうですね。これでお願いします。ちなみに負けるとですね、引き分けると、配課金で引き分けると、1回引き分けるごとに3回ガチャを引くと。で、負けた場合11年するっていうね、鬼畜仕様みたいですね。まあちょっとさすがにちょっとね、自分それちょっと破産しちゃうんで、マジちょっと無理なんですけど。マジで無理です。無課金にはマジ無理。ちょっとこれきついですね。ちょっと危ないぞ、これ。よし、お前の出番だ。運営のパワー見せろ。運営のパワー見せろ。弾をぶつけ、来た弾をぶつけていく。やばい弾をぶつけられていく。意味わかんねえ。これは無理じゃねえの？お、すげえ来てる、すげえ来てる。ジェミニボーイが頑張ってますね。頑張ってるけど、ちょっときついな、さすがにね。さすがにきつい。アキーラが一発で沈んだ。で、これ水札落とせばワンチャンあるんじゃないの、これ。どうなんすかね、皆さん。水札だけ落とせばなんとかなんじゃないかな。そんな気がするんですけど。よし、これいけんじゃないこれ。アキーラ、運営一発で押してったけど、マジで。すげえ勢いで押してったな。アキーラはね、マジでね、もうそう、さっき話しそびえたというか、途中だったんですけど、まあ、当時、自分がまだ本当サマナーズをやり始めたぐらいの時、まあ、よりはちょっと時間経ってると思うんですけど、まあ、その時にですね、まあ、ルシェン、ダブルルシェンと、まあ、アキーラですね。こいつらを使ってアリーナをやってたんですね。うん。アリーナ攻めですよね。やってて、でその時にまあ作ってたというか使ってた経緯があって、なので、まあ今もまだいたと。今もまだいたというか、まあ持ってたということですね。で、まあもちろんといえばもちろんなんですけど、もちろんって言い方するとあれですけどね、使ってらっしゃる、普通に使ってらっしゃる方いるかもしれないんですけど、もう全然使ってなくて今は。全然使ってなくて。なので、もう倉庫の肥やしになってたんですけど、まあ、これを機会にね、ちょっとね、マジブラを集計するぞと、おい、おい、お前ら、マジブラ集計するぞっていう話をしたら、ぜひ、ぜひ行かしてくださいと、うん、ぜひ行かしてくださいって話を、まあ、運営がね、運営さんが、運営のアキーラさんがね、してきたんで、じゃあ、まあ、使ってあげようかなということで、今回引っ張り出してきたということですね。で、ルーンは、まあ、割かし、まあ、体力は全然意識してないんですけど、あ、これ別に、あ、だったな。スキルしてよかったか。あ、失敗したな、これも。もういっか。弾をぶつけていこう。弾をぶつけていく。まあ、ちなみにマジブラーは、まあ、サイコロ軍団、サイコロンズはですね、全員絶望じゃないや、暴走してるんですけど、マジブラーは全員がですね、全員が絶望になってます。はい。絶望していけと。はい。そういうことですね。さあ、こっち行きましょう。勝てましたね。アキーラいらなかったんじゃないのかって話になってくると、本当に。アキーラとは一体何だったんだっていうね。いやいや、もうアキーラも使い方次第では強いんでしょうけど。まあ、スキル2だけが確かマックスになってたと思います。はい。っていうぐらい、うろ覚えな記憶しかないんですけど。ここはまあまあ、風猿から倒していければいいかなって感じですかね。おっと。縦割りが入るのはちょっと痛いけど、OK です、OK です。まあ、これはしょうがないですね。スターンをしたかったけど、しないと。OK です。まあいいでしょう。ああ、ここ回復でよかったな。回復でよかったですね、これね。失敗しました。まあ、そうそうそう。一個、お伝えすることがあってですね、これは、非常に申し訳ない話なんですけど、前回の動画でですね、まあ、そのゲドさんという方と、まあ、その協力さん、まあ、ゲーム内だと教授さんかな、がですね、マリーナ対戦をされたということでお話しさせていただいたんですけど、でその結果がまあその、ゲドさんが勝利されたというお話を、お伝えさせていただいたんですが、ご迷惑をおかけしました。はい、申し訳ございませんでした。はい、最終戦ですね。最終戦をやらせていただこうと思います。最後はこちらの方ですね。お願いします。
1戦目はもちろん使っていきます。今回も、今夜もフィーバー、はい、フィーバーサイコロンズやっていきましょう。はい、で2戦目ですね。2戦目はまあそうですね、あのおそらくガレンを、まあ、うちの風パンダ石ついてないんでモロに食らっちゃうと思うんですけど、まあ、一応エマを入れてあげて、お茶濁してあげつつ、多分ねラカンの砲台ぐらいじゃ一発じゃ多分風パンダ吹っ飛ばないと思うんで、あの剣爆とか入ってても、暴走されたあの時にはその鍵じゃないかもしれないんですけど、でもう一匹はまあどうしようかと思うんですけど、まあ狩矢崎でも入れておきましょうか。はい、狩矢崎でいきます。お願いします。まあ一戦目ちょっとね負けちゃうかもしれないですね、もしかするとね、もしかすると負けるかもしれない。で負けた場合はね、不思議が3枚引かなきゃいけないっていうことで、ちょっと3枚もないっすね多分自分はないかもしれない。もし仮に引き分けたとした場合はまあ3枚で済むんですけど、負けたら11連らしいんで死んじゃいますね、本当にね、本当に死にますよ勘弁してほしい。でここはまずはこれでゾロ目じゃないと6以上出ろ、よし来た、スタンですね。 OK、水火はスタンしなかったけど、もう一回チャンスはあると。OK、ワンモアチャンス。痛い、これ痛い。ワンモアチャンス痛い。よし、抵抗していった。いいですよ。うちのニノはね、無駄に抵抗ルーン積んでるんで、まあ、たまにこういうところでラッキーが起きる可能性がありますね。これはニノ吹っ飛ぶぞ、これ。ニノ吹っ飛ぶぞ。やめろ。おーし、飛ばない。よし、いいぞ。吹っ飛ばないニノ、素敵。ここでダイスをかけていくか。そうですね、ダイスかけていきましょう。いやー、防御もし1回。まあしょうがない。これでいいの落ちちゃう。来てるな。来てるぞ。今夜もパー、今夜パーリね。できるか？できるのか、おい。どうなんだ？いやー、まあ、リノ落ちるでしょうね。まあ、これしょうがないですね。これは水火行っても、さすがに無理だと思うんで、こっち行きましょう。おー、いいダメージ出るな。いいダメージ出てるな、おい。来たんだな、お前はな。来たんだな、お前な。早いな。早い復活ですよ、今回。今日は早いぞ。早いけど落ちちゃうだろうな、これね。もう一回落ちちゃうでしょうけど。しょうがない。これ組む倒したいな、できれば。お、倒せるっていうね。来てるな。来てるな、ほんとにな。いや、これでまあリナ落ちちゃいますけど、まあトリプルを使わしたってことでいいんじゃないでしょうか。で、なんだったらもう一回、あー、そっちやめて。うわ、来てるな、お前もな。お前は来なくていいぞ。お前は来なくていいぞ、マジで。来ないか。ここでスタンを引いてほしい。よし、スタン引いていく。強いところ見せていく。こっちはスタン引けないけど暴走していくぞ。マジでもう水イファで暴れなくていいっすよ。もういいっすよ。大丈夫っすよ。もう見せ場が作ったんで。もう見せ場作ったと思うんで。お相さんの水イファは。もういいんじゃないでしょうかね。いいダメージ出ていく。これどうだ。倒せないか。痛い。よし、これで風姫を抜いていって。ここでだだな。惜しいぞ。6出ましたね。6出だ。来ないか、来ないか、さすがに、お耐えたけど死んだ。さすがに無理だな、それな。ここで一回6出てる。よし、これ火力上がってますから。よし、これスタンしろ。よし、来た。来た、来た、来た。来てる、来てる、来てる、来てる。めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。来てる、来てる、来てる。来たー、ほら、来たー。来たぞー。いや、すいませんね。今ちょっと深夜なんで、あんまりでかい声出せないんですけど。ちょっともう寝てる、嫁も寝てるんで、ちょっと。できないんですけどね。すいませんけど。ガレオンの方がこれ、ちょっとお相さん速度調整があれですね。ちょっとあれかもしれない。もしかすると。ここはどうしようかな。まあ、こいつで、ちょっと危ない。崩壊怖いね、これね。崩壊怖い。よし、危ない、危ない。よし、これで、ラカンワンパンしちゃいましょう。よし、OK です。大体ね、大体ラカンといえどもね、さすがに、まあ、狩矢崎のね、砲台食らったら大体吹っ飛びますからね。うん、オッケー、大丈夫でしょう。まあ、狩矢崎もね、まあ、狩矢崎って呼んじゃってますけど、まあ、カーリーもね、まあいいや、狩矢崎でいいや、狩矢崎もね、割と最近作りましたね、割と最近作りました。占領戦が始まってから作りました。うん。はい、ということでありがとうございました。今回はですね、なんとか誰も、死なずに、いや、死んだな。アキーラタンがお亡くなりになってしまいました。はい。悲しいですね。うん、悲しい。はい。ということで、ありがとうございました。まあ、そうですね、キャラクターの紹介とかも、まあ、マジブラーとかね、最近作り出したんで、まあ、大して参考にできるステータスとかじゃないんですけど、まあ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 、アキラとか割と当初、まあ、先もちょっとお話したんですけど、昔から使ってたキャラクターではあるので、まあ、ある程度の、
お話はできるかなと思いますので、なんかそういうのはまた別の機会にですね、小話動画というか、まあ、キャラクター紹介動画とかも全然最近作ってなかったので、その辺ちょっとあのコメントでもそういう短い動画が、まあ、別にキャラクター紹介が作ってほしいっていうオーダーではなかったんですけども、まあ、短い動画があった方が見やすいかもっていう、オーダーいただきまして、自分も確かになと思いましたので、まあ、そういったキャラクター紹介とかのですね、短い時間の動画とかを作らせていただいて、でその時に、改めてご紹介したらいいかなと思います。はい、ということでありがとうございました。よろしければチャンネル登録や、コメント、そして、いいねボタン押していただけると大変励みになります。はい、ちょっと今回はね、特にそのボソボソ声で申し訳なかったかもしれないですけども、今後もよろしくお願いいたします。ではありがとうございました。